35年熊日新聞広告継続しております。今朝の2面にですね、金箔が吹いても剥げない100年仏壇広告が入っております。よかったら見てやってください。金箔が吹いても剥げない国産仏壇。 お仏壇の販売が転職なかった後期でございます。2024年5月の16日木曜日、今ちょうど6時7分、外気はですね、17度、今朝は冷えております、朝動画でございます。ありがたいことにですね、熊日、さっきも言いましたけどね、うち35年やってるんですよ、熊日で。 ありがとうございます、熊西さん。もう熊西さんのおかげでございます。で、そういう形でですね、まあこういう形でですね、これ、輪島漆器の技術、輪島塗りルーツって書いてありますね、百年仏壇。あの、先代の父、長田隆はですね、輪島漆器の行商でこのお店を作りました。で、お客様から、輪島の技術で仏壇場作ってはいよって。 わ、はあ、かりましたということで作り上げたのがこのお仏壇でございます先代の父の形見永田隆初代創業者の形見でございますもう父の魂がこもっておりますで私はですねこの百年仏壇はですね日本一世界一のお仏壇だと確信しておりますのでですね自信を持ってお客様にお勧めできますやはり 金はですね、開運、運気が上がるそう、私はそう確信しておりますのでね、まあ、そういう形で、ですね、素晴らしい大仏壇でございます、あそれとですね、あの今日あの熊日新聞じゃなかった、RKK 水戸黄門テレビショッピングですね、3時55分からやっておりますので、よかったらこちらも見てやってください、それとですね、096329の、ここに出てますけどね、096329の0224。 お電話いただければパンフレットカタログですね。あの、お届けいたしますので。まあ、これをゆっくりまずは見ていただいてですね、ご検討。それとやっぱり現物をいっぺん見てみてください。はい。まあ、そういう形でですね、もうこれはもう私はですね、素晴らしいお仏壇だと確信しております。私はこの先代の父の形見、百年仏壇をですね、お客様にお届けするのが私の天職、使命、天命でございますので、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。 はい、ここまで、この動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運は、てお祈り申し上げます。